どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。小本です。はい、1週間ぶりでございますけど、はい、今日はね、まあ、これ水曜日に撮ってますけど、天気めちゃくちゃ良かったですね。なんかピーカンでしたね。本当にね、久しぶりにこんなに気持ちがいいぐらい夏のような夏ですよ天気でしたけどね、うん、まあ我々も、まあ、今日はちょっと夕方に撮ってるんで、ギリギリ今5時半直前から撮ってるんですけど、1分前ぐらいですか。これが5時半過ぎてから撮り出すと6時にチャイムが鳴るんで、なんか何に合わせて撮ってるのかもよく分かんなくなりますけど、阿佐ヶ谷に合わせて撮ってるそうですね、阿佐ヶ谷というかこの近所の街の様子に合わせて撮ってますから、いいじゃないですか。とはいえその予期せぬハプニングが多々ありますけどね。まあね、だセミはもうだいぶいなくなってると、まあ、時間的にもそうですけど、まあまあまあ、ただちょっとカラスが今日は鳴ってますから、ね、死体が出たんかなどっかでこんなそのなんていうんですかね、季節感とか情緒というか、いらんよ、もろに吸収するラジオないですからね。有り余るほどのその情景な。そうですね、まあ個人的にはなんだろう、なんか変なこと言ったないか。いや別にいいですよ、大丈夫、その大丈夫ですよ、その全然気にすることじゃないんですよ、うん、気にするなよ、もう何もなんか何も、いや毎回その変なこと言ったなみたいなのはもう気にするな、お前なんて変なこと言うとしか思ってないんだよ。そのルカワ的に言ったらそのお前のミスは織り込み済みだみたいなことですからね、みんな。ああ、ルカワじゃ、じゃあ差し詰め。いや、なんかちょっと噛みながら言うな、なんか。え、ルカワか。ルカワじゃじゃんみたいな感じだったし。っていうのも織り込み好き、もう織り込み好きって言ったし。ああ、もう。ルカワでもない。ルカワでもなかったな。いや、まあやってるんですけど、個人的にはですね、はい、先日10時間トークライブが無事に終わりまして、ね、たくさん多分これを聞いてるね、ソルジャーの皆さん来てくれましたから、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。いやー、お疲れ様でしたね。大変でしたね。本番というより、やっぱ勝手に僕がやってることなんで、うん、まあロフトプラスワンさん、我々のこのブチラジの公開収録もやってくれてるね、あの場所好きなんだよな、俺。だからロフトプラスワンさんにかなりいろいろご協力いただいたり、うん、ちょっとご無理を言って、うん、10時間、10時間なんか取れないですからね普通はね。たまたまその日だけ空いてるということで、うん、じゃあやりますって言ったんですけど、うん、じゃあこの時間からこの時間でとか簡単に思ってたら、やっぱ合間合間に、まあ、1部2部3部に分かれてたんで、うん、1回1回その、なんていうんですか、清算しなきゃいけなくて、うん、お客さんをこう全員1回清算して出ていただいて、うん、次の回転の準備してとか考えるとそこも時間空けなきゃいけないっていうことになるんで、なるほどなるほど、じゃあ単に10時間というより13時間ぐらい取らなきゃいけないっていう話になったら、うん、ロフトさん的にはね、そうそう、で終わりも遅くしすぎると帰れない人とか出てきちゃうしっていうので、うん、だから早めにもう前倒して午前中から始めさせてもらったんで。そうか、前に伸ばすしかないのか。そうそう、だからロフトで働いてる方からしたらマジで嫌だったと思うんですよ、うん、なんでこんな出勤時間早くなっちゃうわけですから、うん、いや申し訳ない。言ってもね、そのなんか飲み屋的なお店要素もあるから、やっぱ遅い時間のね、店員さんもその体のシフトでしょ。そうそうそう、でしょ、だから次の日まで、前の日も遅くまでやってて、うん、すいませんちょっと声も出づらくて。オールナイトイベントだってたくさんありますしね、あそこは。そうそう、だからそれ終わりで次の日朝からみたいな人もいるでしょうし、で僕もだからね、当日行くじゃないですか、うん、で当然ちょっと早めに行ったら、うん、新宿ですから、うん、まだ日曜日でしたから、うん、やっぱ飲んで帰ってる人がまだいるぐらいですよ。10時とかでも10時前でもそうか、まだ前の日のやついるんですよ。だからそのまだ夜の人がいる、土曜日の人いるんですよ、日曜日の朝でも、うんうん、あこんな感じかと思いながら、でしょうね、まずもう午前中にロフトプラスワンに行くことも違和感あるし、うん、そういうとこもね、いろいろご迷惑もおかけしましたし、うん、あとやっぱブッキング、今回ゲストを10組呼んだんで、いや豪華でしたよあれ。それがでもやっぱなかなか大変で、うん、やっぱ僕のね好きな人たちを呼びたいから、いろんな芸人さんに無理言ってね、うん、調整してもらったりしつつ、やっぱ日曜日だから営業入ってる芸人さんもいるし、うん、まあ仕事当然みんなありますから、ライブやら仕事やらね、そこがこううまく時間を当てはめてかいけなきゃいけないから、そこをずっとこう、うん、頭を悩ませてて、うん、でまあね、いろんな芸人さん本当にね、僕らと同世代とか、まあ、先輩とかね後輩とか本当に面白い、うん、僕の好きな人たちみんな出てもらったんですけど、うん、さらば青春の光さんにも出てもらったんですけど、うん、でなんとかここで出てほしいっていう時間があったんですけど、うん、そのいや前ちょっと仕事入ってるわみたいな、うん、なんでよ、何の仕事入ってんだよと思ったら日曜サンデーだったから、その日曜さん、なんとも言えない、爆笑さんのラジオ終わりで僕のところに駆けつけてきてもらって、その飛び出してね、申し訳なかったんですけど、でニューヨーク、吉本のニューヨークとかで撮ったら、はいはいはい、やっぱ吉本の方忙しいから幕張やって無限大やっての合間の時間だけパッと出てもらったりとか、みんなにご協力いただいてね、
そこで日曜ですからね、やっぱギリギリまでゲストも決まんなかったし、直前までどうなるか分かんなかったんで、でお客さんもそのゲストを目当てに買ってくれる人もたくさんいますから、いますしね、それを急にずらしたりね、出れませんってことにはいかないんで、そこの疲れがやっぱたくさんあって、気づかれで、まあせっかくだからっていうことでロフトプラスワンの方もね、あの芸人さん以外もどうですかみたいな話になって、だったらその巻き場の角丸先生ね、出てもらったらいいじゃないですかって言って、いやさすがに恐れ多いなと思いつつも、一応ダメ元でオファーしてみたら、まあ角丸先生お笑い大好きなんで、いやでも俺なんかがその言っていいのみたいな、あの結構ああいうちゃんとした方ですから、芸人さんがたくさんいる中に俺なんて関係ないじゃんみたいな、面白くないよみたいなことを言って、いやでも全員出てくださいっていうことで言ったら快諾してくださって、結局角丸先生も出てくださってね、俺はもうそれだけを見に行きましたからね。お前が来たんだよ本当にマジで、まああの会場にいた人その表には出てないからほぼ知らないと思いますけど、まあ出てないです、出てないです。来てもうめっちゃ嫌、まあ来てというかもっと言うとね、楽屋上にあって、で芸人結構みんなワーワー来てて、出てくれる人とかね、まあ、お前だけで出たいのいたやつはね、そうですね、でいて、で僕ら同世代の芸人だから当然もうもろなんですか角丸先生の作品を見てたというか、巻き場王とかを一番見てた世代ですから、みんなえーってなるし、あの角丸先生ねライブ見に来てくれた人とか、まあ今後僕も多分ツイッターとか載せたり今後も載せるかもしれませんけど、本当に若々しいファンキーな方じゃないですか。いや若いよ、あれ47には見えんもん。47歳なんですけど、だから年齢的にも、だって僕ら子供の時に読んでたじゃないですか、モンモンモンとかね、そうあんなに若いっていうパッとこう結びつかないから、これ角丸先生ですって言ったらえーってみんな一瞬わかんないよ、なるんですよね、あれ本当に。だからモンモンモンも21歳とかで連載してるジャンプの連載をね、もう若くしてバカ売れしたわけですからね。そうですよね。でその角丸先生みんなわーってなって、でそしたらそのモグライダーさん出てもらってたんで、ともしげさんが、もうその前からずっとそうだ、ともしげさん巻き棒とか好きで、あのわーってそわそわしてて、あの子供の時ともしげさん巻き棒ってみんなに言われたらしくて、あだなというその見て巻き棒に似てるって言われてらしくて、まあね、わかるよ。でもそれで俺言われてるからさーってずっとそわそわして、ちょっとその来て、あのすいませんサインもらっていいですかみたいな、あのともしげさんの自分でともしげさん主催ライブみたいなやってて、芸人何組かでともしげさんがすごい頑張ってやってるライブの東武33舞台っていう、東武33舞台っていうライブのそのライブの T シャツにサインもらってて、その自分の自主ライブはいいのかっていう、普段だってそれ衣装ですか、ね、舞台衣装、ともしげさんがネタできてるあの33って書いた衣装の背中にサインくださいみたいな、その先生言って、いや大丈夫かなって、その先生も全然いいですよみたいな優しい方でね書いて、あの僕子供時巻き場を似てるって言われてたんですって満を持して言ったら、ね、その丸先生がその、あ当時ブサイクなことも全員言われてたよってそのやっぱ代名詞的な、ね、感じだったから、うん、角丸先生はよく言われてんでしょうね、そうあそうですかって、でも巻き場をね書いてもらって、でいいなみたいななって、ちょっと僕がこうトイレに行って戻ってきたら、お前がもう俺もいいっすかみたいな感じって、いやいや俺が先で先か、うん、びっくりして、そのお前に限っても iPhone の裏に書いてもらってたからね、書いてもらって、もうなかなかないよ iPhone の裏に書いてなくてね、まあ色紙とか持ってきてなかった、色紙その後買いに浜村さんと行ったけど、浜口、まあ、浜村、元浜口浜村の浜村ボンペイさん、何枚も何枚も書いてもらうのあれかなと思って iPhone で我慢したけど、いや我慢っていうかそんなもうお前は特に関係ないんだから、他の人はまだライブ出てくれるかいいけど、マジでサインもらって角丸先生のトークのとこだけ見て帰りましたからね、見て酒飲んで、酒飲みながら見て帰りました、最悪だよ本当にまあ角丸さん本当に優しいからみんなね、優しいんよ、でずっと終わったとも残っててくださって、芸人みんなでわーわー喋ってらしいっすね、でいろいろまあ楽しく芸人のね出てくれたみんなも楽しんでくれたから僕としてはありがたいんですけど、システム的にはね僕はまあ10時間出ずっぱりで、ゲスト1時間ずつ交代でやってたんですけど、まあ、ある時間からもう楽屋っててもすぐ近いんですよね舞台と、うわーっていうなんかうるさくなってきてカッカッカーみたいな聞こえてきて、あこれもうさらばの森田来たなと思って、うるせんであいつが本当に、でこっちのトーク見ないでゴシップばっかり喋ってんねん、あの人ゴシップめっちゃ好きだから、楽屋大盛り上がり、楽屋大盛り上がりになって、角丸先生興味津々だから、そうなんだよ僕休憩中急いでちょっと叱ってやろうと思って、いや森田さんうるさいんですよゴシップなんかね、角丸先生もっと聞かせてみたいな、そんなんか誰よりも食いついてもうダメなんだでやっぱみんなでも仲良くこうねしてくれて、たくさん楽しい感じになったんでよかったんですけど、お客さんもたくさん来てくれたんでよかった、ほんまよかった、本当によかったんですけど、だって始まる前というかね、前日とか不安で
それ本当に、まあ、毎回僕らイベントやるときは思いますけど、うん、本当に来んのかな誰かっていう、うんね、全然いないんで、そのツイッターとか見ても行きますみたいなやつ相変わらず、うん、だから不安になって、うん、チケットは売れてるんですよ、うん、だからあの明日来ますよねみたいな送ってもみんなガン無視、何の反応もないんだよ。いやなんでやと思ってさすがにこれ不安になってきて、いろいろそのエゴサーチして、うん、あのそしたらその結構その井口さんの明日トークショー行きますみたいなつぶやきめっちゃあって、あいるじゃんこんなに、リプライこそしてくれてないけど行くの表明してくれる人結構いるんだと思って、うん、その見たら全然知らない人たちで、うん、あ新たなファンというか知らないファンの知らないソルジャーたくさんいるんだ、うん、井口さんのトークショー明日楽しみみたいなめちゃくちゃあって、うん、パッてよく見て気づいたらあのロッテの井口選手の引退トークショーが同じ日にあって、おそうなんだそっちのつぶやきだってほとんどすごくない、同じ日にトークショー、確かにトークショーっていうけど気になるなと思ったけど、あ同じ日にやってたんだよ、あそうなんだ、引退のトークショーまあ行くわな、そっちはね大量のファンがいますからね、そんなの、まあ、結果こっちもたくさん来てくれたんでね、ねえよかった、でまあ終わって、うん、まあ、10時間結局行けて、うん、意外と、うん、あの誰も心配もしてくれず、心配するわけないが、そう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 、バキバキで喋るよって、いやガンガン確かに喋った、まあ最後のラスト1時間ぐらいちょっと喉重くなったぐらいだけど、やっぱでもさすがにちょっとかい、いややっぱその心配されなさすぎてこっちも辛くなってきて、うん、やっぱみんなもうちょいダメージ受けてるだろうと思ってきたけど、やっぱアドレナリンが出てていけるんですよ結構ね、でなんか言ったらもう誰も心配もしてくれないし、楽屋はゴシップで大盛り上がりで、うん、ちょっとだから僕もなんかいやー疲れたみたいなやってみても、なんだよみたいな、みんなから結構だって嘘なの分かるもん、いや嘘もあるし、うん、もし疲れたとしてもお前が勝手にやってることだからなみたいなことを言われて、まあまあそれ言われたら、そうだ、それそうそう、それを言われてお前が勝手にやってるの知らねえよみたいな、めっちゃきつくなってたんだ、あたりが、まあ、それはそうか、知らねえんだよお前のそういうなんか異常なおしゃべりにこっちは付き合ってるだけなんだよって言われて、あまあ確かにそうかと思いながらも、森田さんも言ったわ、リハビリやからそうそうそう、こっちがみんな付き合ってやってるだけなんやみたいな感じな、でもまあ楽しく10時間ねやりきって、うん、でまあ終わった直後もまあ元気で、あ、いけるもんだなと思って、うん、で帰って寝て、うん、起きたらまあしんどい、あ、めちゃくちゃやっぱ、そうそうそう、全然大丈夫だと思ったけど、あ、まあ、その日はな、声は、うん、まあ別に大丈夫だったけど、うん、体力的にもうぐったり本当に起き上がれないぐらい、あ、そうで、うわーと思いながらでね、その次の日もお仕事があったんで、うん、お前はなかったけど、お前2連休じゃねえか、本当にそうなると2連休でしたね、そうかそうか、だからか、そうそう、それでなんかすげえ体休まった2連休じゃん、サインもらって酒飲んで次の日はゆっくり休んでるでしょ、うん、だからそれで行ってまた腹立つのが、うん、その若手もいてそこにタイタンの後輩たちも、うん、でちょめちょめの大島くんとかトークライブを見に来てくれたから、ちょめちょめクラブのね、うん、とちょめちょめクラブとシティホテル3号室がいて、うん、でみんな10時間トークライブをやったっていうのは知ってくれてたから、うん、まあそのあ、お疲れ様でした、すごいっすね、うん、みたいな、うん、やりきりましたね、みたいな感じで、うん、いやいや大丈夫って言うけど、やっぱ朝起きたらちょっとしんどいわって、でも全然声はまあ出てるじゃないですかって言って、うん、まあ、声出るけどやっぱお尻が痛いわみたいな、やっぱずっと座ってたからかいや痛くない、やっぱしかもちょっとこうやったりしてから こうやるとここの筋なんか、ね、足を組んだら、うん、このお尻の筋が痛いことを気づいて、うん、そしたらみんな、あ、確かに10時間座りっぱなしでね喋ってるとやっぱそうなるんすねっていうのが心配してくれた後、うん、そのシティホテル3号室の押田に、うん、押したらその後来たから、うん、その話散々してんだよ、そのした後に、うん、いやちょっとやっぱこのお尻のこの辺りが痛いわって言ったら押したが、うん、あ、俺も最近その辺痛いっす、いや共感してくんだよと思って、その違うんだよ反応がなんでよそれと思ってその話のわけないじゃん、お前やってねえじゃん何にもっていう、うん、その年齢から来る痛みをアピールしてんじゃねえんだよこっちはと思ってなんかいちいち腹立つだろあいつな、持っとるんだよなそういうの、そういうのね、うん、イラッとすんだよな、でもまあまあ無事に終わって、ちょっとだからここに来てそれが昨日一昨日ぐらいでちょっとなんか喉がまあそっから立て続いたんで、ちょっとまあまあね、まだね情報解禁できないお仕事とかで、うん、結構声を、ね、声をわって出すのが続いちゃったんで、もしかしたら聞き苦しいところがちょっとあるかもしれませんけど、うん、無事に僕はもう大丈夫です、そりゃそうだよお前のさ、うん、あのゴッドタンもう、うん、この間ちょうどオンエアされて、うんうん、たくさん僕らの分を使っておいていただいてありがたいんですけど、うん、ユニバースの川瀬名人と、うん、僕らバチバチやり合うみたいなのあったんですけど、うんうん、まあ、僕は結構わーって言ってちょっとボソッと言ったお前のセリフも使われてたんですよ、まあね、確かにね、その時のツイッターの反応見てたら、うん、あの河本さんちゃんと喋ってる、河本さん喋ってる、すごい河本さんちゃんと久しぶりにテレビで声聞いた、すごいとか、お前が喋ったことに対する賛辞の声がもうすごくて、どういうハードルでやってんだよこいつと思って
甘やかすな、もうなんで喋ってだけで OK なんだよ。面白いことも何も言ってないのに、ただ喋っただけで、なんでこいつめっちゃムカついてきて、そう思ったらなんか僕の怖ーってやったのとかも別に大して反応もなく、ああそう腹立つわなんでねちょっと多分声まあちょっともしかしたら聞くでしょうか。いやいやまあそんなですよ、大丈夫か、うん、そうそう、そんなすぎるのも良くないなと思って。いやそんなすぎんでええよ、もうだってお前単独とかで実証されとるわけお前の喉はちぎれんっていうことを、ね、いやちぎれるはずで確かにね、うん、もう別に僕は何とも思わなかったですよ。後半からもうわざとらしく喉飴舐めてましたからね、なんか心配されたすぎて、嘘のようにねそんな舐めねえだろっていうぐらいねでも皆さん本当ありがとうございました。ありがとうございました、ということでブチラジの方もよろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通オタのコーナー、普通のお便りを紹介していくコーナーです。はい、ブチラジネーム西地の四天王ナギト、おお来てくれてましたね、井口さん、小本さん、スタッフの皆様こんにちは。はい、先日井口さんの10時間トークライブに行かせていただきました。おー、ありがとうございました。投資券を買ったので僕が最後まで持つか心配でしたが、うん、ゲストの方が全員キャラが違う感じで少しも飽きることなく楽しめました、うん、やっぱ投資券を買った人はみんなこの持つかなっていう心配、自分がねだけどやっぱゲストがいたからね、楽しくやってくれましたよ。うん、井口さんも最後まで少しも疲れを見せず、これなら毎週10時間トークライブを開催できるんではないかと思ってしまいました。できるわけねえだろ。ぜひ第3弾は小宮さんやキングカズを呼んでほしいですいやでも、ね、よろしくお願いします。本当にその、まあ、キングカズはさておき、そういうのも今度毎月やっていこうかなと思って、やっぱ角丸先生とかとお話すると刺激的な話がたくさんあるじゃないですか、うん、感動したよ。いや本当にためになることとか、うん、あのいろんなことをこう話してくれるんで、もう興味深すぎるもん。そうそう、興味深い話がね、そう、それこそ21歳で連載スタートしてとか、ジャンプはこういうシステムでとか、うん、ああいう質問何言っても答えてくださるじゃないですか、うん、昔ジャンプでそれ正月に作者の顔出てる表紙ありましたよねとか、あれ何だったんですかと聞いても、そうそうなんだよみたいなね、うん、その裏話とかも全部話してくれたんで、ね、ちょっとそういうサッカー界の方とかも呼んでいろいろやりたいをやりたいですね、うん、そうですね、うん、うちらじネームゾウさん、はい、ウエストランドの皆さんこんばんは。はい、こんばんは。10時間ライブちょっとつ猛進2お疲れ様でした。 ありがとうございました。 K プロ小島さんが、うん、今年は成長してるよね、相槌がうまく打てるようになったとおっしゃっていたことが非常に印象的です。これもそうなんです。さっきのゴッドタンの話じゃないけど、うん、K プロさんって我々がねお世話になってるライブ主催団体の代表の小島さん、テレビとかもちょくちょく出てますけど、小島さんにも来ていただいて、忙しい中、うん、出ていただいて、ね、話した中、いや成長したよね、ふとし君もだって相槌とかできるもんとか言って、そのなんか、うん、どういうハードルなんだマジでこいつと思ってね、昔はできてなかったんでしょうね。今もだしね、それ言うならね、うん、邪魔もするしなでも褒めてましたよ小島さんは。ねえ、また久しぶりに井口様のメインのライブに伺ったのですが、ゲストがソルジャーというたびにソルジャーって言うなと激高されている姿が本当に異様だなと感じました。そこまで怒らなくても確かにね、なんか何なんでしょうね、この空間以外のソルジャーの恥ずかしさったらないですよね。ないんだよな、この屋敷以外での、うん、絶対隠しますからね、そう呼んでること、呼ばれてることもね、うん、誰よりも僕らが隠して、誰よりも僕らがサイレントソルジャーですからね一番恥ずかしいと思って一番隠してますからね。もう一丁行きましょうか。はい、ブチラジネーム小葉ひろ、はい、こんにちは。先日井口さんの10時間トークライブに行かせていただきました。 ありがとうございます。みんな一つ気になったのが、会場の10分前くらいにロフトに着いたんですが、うん、その時エレベーターから井口さんが降りてきてきました。うん、会場待ちのお客さんは数名いたので、主役登場でワーキャーで囲まれちゃうのかなと遠巻きに見ていました、うん、が一人の女性からプレゼントをもらっていましたが、他の方々はこれは大人の対応なのか特に触れず、そうなんだよ、変な気まずい空間になっていました。そう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 。井口さんは数分うろついてエレベーターに、ぐちらじの出待ちを聞いた後だったので、うん、エレベーターに乗る井口さんの背中が泣いているような、うん、本当にソルジャーは古風な方が多いんだなと実感しました。違うんだよ。今度は私も勇気を出して声をかけたいなと思いましたが、もう少し時間をください。いやこれね、1部2部3部に分かれてて、ツイッターとか見てるとそうだし、1部だけ行きますとか、うん、1部2部だけ行きますとか、まあしょうがないっていう人がいるから、うん、それ遠方から来てる方とかもいると思って、僕わざわざ1部ごとに上に行って、うん、もしそういう人がいたら、ちゃんとその出待ちをね、うん、期待してる人がいたらと思って、うん、行ってんの休憩中に慌てて行ったら、うん、マジで全員ガン無視なんだよ。だから一部で終わって行ってて、二部待ちの人がいる。そう、ただ二部を行きますみたいになって、そのプレゼント一人くれた方も、うん、多分投資券でいたんですけど、もう無理くり僕がその
空気が耐えられなくて今出せあの強奪してその今出せ終演後にフルセットを強奪してマジで、帰りますよいいんですかとか言っても本当にあの出待ちね一部だけの人とか言って、うん、あの歌舞伎町で一人で一部だけの人今いますよって言ってもみんな本当にその大丈夫ですとかも言わないんみんな無視、うんで言って、帰りますよって言って帰って、うん、エレベーターに入ってく背中を日中の四天王ナギトが激写してツイッターに上げやがってめちゃくちゃ寂しい背中みんなでいじめたんじゃでみんなそうそうソルジャーみんなにいじめられて、どうなってんだとで3部終わってこれはいるだろうと思って言ったらまあね終わりですからまあさすがに何人かいたんですけど、うん、その意外とそのあ、まあ、たくさんいてどうもどうもって言ったら、うん、あ違いますみたいな、うん、その A マストさん待ってるんですけどみたいなああまあそういうのもあるかと思ってそしたら、うん、あの私はそのゾフィーの上田さんをみたいなってあ出たゾフィーなんか出る予定もなかったのに、うん、あのまあ近くでライブやったから来てくれたんだけど、うん、それをどう駆けつけてかすごいな、まあ、そっちの出待ちの方が多くてでブチギレ、まあまあ、ブチギレ結局ブチギレんだ下帰ってゾフィーの上田さんにブチギレブチギレんなよ調子に乗んなって言ってきましたからええだろ乗ってもめっちゃキレてキングオブコント行ったからって調子に乗んなって言ってすごいすごいいやでも1部と2部の間と2部と3部の間の出待ちはマジでみんな無視だったら声かけてくれりゃいいのにいじめたんすねやめろよ本当にその集団のやつはね以上ふつおたのコーナーでした続いてはそんなことあります僕の口癖でもあるそんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらってます、はい行きましょうかブチラジネームマグロの又三郎もう一個一個笑けるからキリがないんですけどね、先日清掃のバイト中におじさん清掃員が上司から新たな仕事を依頼された途端もう二度と来ないと言い放って帰りましたそして次の日何食わぬ顔で出勤してきましたそんなことありますそんなことありますだろマジで開発くんっていう芸人がいて、はいはいはい、開発くんがネコニスの舘野さんとかモグライダーのともしげさんがやってるカラオケでバイト始めて、うんうんうん、そのあいつ雇わない方がいいよってなったけど舘野さんがいや開発くん面白いから雇いましょうって雇ったら、うんうん、初日で開発くんがそう作業しながらふぅ初日でこれかって言って最終的に最終的に辞めて開発くんって言うかね芸人ね、うん、次違うバイト始めたらしくてでそのしばらく開発くなってあのそれやめて新しく始めたバイトどうなったのって言ったらあんなにやめてやりましたよだってあいつら作業しか教えないんですもんいやバイトって大体そうだろそマジでなんで人生の何たるか教わるそうそうそうなんだよなで開発くん思い出しましたちょっと今のはねいやぶちらすげえだろその話もぶちらじネームお豆腐屋さんのラッパ井口さん河本さんこんにちはじゃあ母がこの前ほらこの間テレビで猫おじさんがさと話しかけてきました猫おじさんと思い何のことか聞いたらあれだよあれ爆笑問題の田中と言われましたそんなことあります？はあ、田中さん猫おじさんって呼ばれてるんですか世間的にはそんなイメージもないけどなでもやっぱ猫好きまあ爆問学園とかでもやったりしてるっていうのね、あ、そうか、それか意外と知ってるかもしれないですね今だったらそれかぶちラジネーム高熱費こいつも腹立つな腰パンして荻窪の境界通りを自転車で走っていたら数日後ぐちらじでぐちられました。そんなことあります。嘘つけよお前絶対違うだろ。違うんかな。絶対違うよ。違うか。腰パンしてるやつ腰パンの自覚ねえもん。うん。ケツが出てる。僕が見た腰パンのやつが高熱費ってつけるようなやつが絶対なかったもん。絶対ないと思う。それはないな。ふざけんな。このコーナーふざけるやつが多くなってきたんだよ。なんか。終わりの影が見えてる。ぶちらじネームベビタン。井口さん、河本さん、こんにちは。はい、じゃあ以前いただいたブチラジステッカーを自転車の後輪のところに防犯登録シールのように貼っているのですが先日イヤホン着用走行で警察の方に止められ、うん、防犯登録シールを確認しますねとブチラジシールを見られました、うん、防犯登録シールは家にあるし人生終わったなと思っていたその時警察の方がこれブチラジステッカーですよね僕も持ってますと言ってきました、地元の警察官がソルジャーだなんてなんかショックでしたそんなことあります？本当かこれもうあんまりこういうのご法度だろうけど僕ら疑うっていうのありますからそうなんだよななんかさやったらいけんのだと思うねこういうことはなそうそう普通メールなんて全部受け入れてすげーって言わなきゃいけないけど、うん、そんなわけないってやっぱちょっとまだ思うんだよな大嘘つくやつおるけんなマジでこれ僕らとソルジャーってやっぱバチバチの関係じゃないですかその結局なんでか知らんけどな何も信用し合ってないというか、うん、いや確かに能町さんが聞いてくださってたりとか、うん、それこそね、ジャンプで今連載してる作家の方で、うん、あ、そう聞いた中浜先生っていうね、うんその最後の巻末の
コメントのところに、いつもウエストランドのブチラジかっこグチラジを YouTube で見てますっていうちゃんとした表記で書いてくださってね、グチラジのことも。だからだんだんこのブチラジを聞いてることが恥ずかしくないような風潮というか、そのなんていうんですか、権威ある方というか、立派な方が聞いてくださってて、だんだん堂々と言えるようになってきたとはいえ、とはいえ、ね、こんなにあるとは思えないんだよな。それほどの再生数とかでもないし、そのこれ嘘か本当か送ってきてもベビタン、うん、ベビタン本当だったら T シャツあげる。あ、そうしよう、うん、本当だったら T シャツあげる。 T シャツの一部などういうことだよそのディアゴスティーニ的にあげてるわけじゃないからいらねえだろベビタン。ちょっと気になるね。ねえ、本当だったら素晴らしい。すごいね。ブチラジネームしがない坊主、はい、お笑いが好きでウエストランドが嫌いな友達にソルジャーであることをカミングアウトしたら、分かってたよ、気づいてないと思うけどソルジャー臭プンプンするからラフレクラン見なさいと言われましたそんなことあります？これありそうだな。これはありそう、これはリアルこれはリアルにあるだろうな。やっぱラフレクラン綺麗ですからね。綺麗ですからね、うん、皆さんもラフレクランのね、いい匂いする、いい匂いしますからね、ラフレクランだけしょうもねえ、一気に台無しにしたな。台無しにする、なんか突き進むなと思ったけど言いたかったんだろうな言いたかっただけです。以上そんなことありますのコーナーでした。続いてはののしり先生、ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でののしることでその失敗をチャラに仕上げようというコーナーです。ちょっとだけいきましょうか。はい、ブチラジネーム市役所工事。いや、まあ、久しぶりじゃないですか。腹立つな全員も河本さん、スタッフの皆さん、目だけつぶらで逆に気持ち悪いさん、おはようございます。なんでよ、誰のこと言ってんだよ、目だけつぶらで逆に気持ち悪いさんって。なんでよ、そんなに悪口言うなら警鐘つけんな、呼び捨てにしろ。あと1時間で仕事なのですが、いつ打ってんだよ仕事の直前にメールを打つな。今日という今日は絶対に起き上がりたくありません。なんなんだよそれ、行け今すぐ起き上がって仕事に。布団というエデンに体をずっと委ねていたいです。いいように言うな、なんでもねえだ、ただの二度寝だろそんなの。この快楽を邪魔する仕事が憎いです。いやマジでとんでもないことになるぞ。開発くんじゃないかよこいつ、開発くんだろ市役所工事って開発くんだろこれ。違うよ絶対に、こんなうまいこと言わんよ開発くんはな、うん、自分ではどうしようもないので今私を罵ってまず起き上がらせてください。何度も言うけど今言ったってしょうがねえんだよ俺送ってる時とこれを撮ってる時と配信のタイミングのラグもあるし、お前が見る時もどうせ違うんだろうから、毎回じゃあ起きる前にアラームでこれかけとけ、起きろとりあえず仰向けからうつ伏せにはなりました。知らねえよもうどうでもいいわ、起きろ。よし、これを何度もなんか6個だけ繰り返すの、ここの部分だけね、自分でうまくそれは設定しろよ、こっち知らねえよ、切り取ってやれよ、編集していいから。ブチラジネームフリー素材で使っていいよ、今のところフリー素材で使っていいから切り取ってね、切り取って使え。ブチラジネーム幸先悪いいじ、うん、こいつもいたな。加納さん、村上さん、アイアム野田クリスタルさん、大河原さん、うん、和田さん、こんばんはアイアム野田クリスタルじゃないんだよ、そのぐちゃっとすんな、1個にしろ。A マストと鬼ヶ島さんだけにするのはいいけど、野田クリスタルさん別だからマジカルラブリーだからアイアム野田ね、あいつは、あのハゲのやつはハゲの先輩はアイアム野田ね、ハゲのやつっていう先輩ね、お世話になってる先輩。僕は4月から新社会人として働き始めたのですが、うん、仕事をするということに向いてないみたいです。だからみんなそれ辛いもんなんで、仕事なんて楽しく、うわこの仕事最高ってやってるやつは逆に何の成果も上げられないようなやつなんだよ。楽しいもんじゃねえんだよ仕事なんて。楽しみのために苦しい仕事をするんだろうが。全然やる気も向上心もありませんし、今すぐにでも辞めたい気分ですが、僕には辞める勇気すらありません。いいよそれで続けりゃいいよ、勇気ねえやつの勝ちなんだから。逆に仕事辞める勇気なんかないやつの勝ちの時もあるよそれだったら。そう考えると仕事を簡単に辞められる下のパートのソルジャーは、上司に怒られても決して暴力に訴えず、かといって屈することなく自分の信念を貫いてやめる、その戦い方はソルジャーというよりまさにガンジーだと。なけねあがめんな、下のパートのソルジャーあがめんな、お前らもうちょっと本当にダメだ、頑張れよその下のパートの。こいつもすぐ直に下のパート行くわけだからな。結局なんでそのダメな言い訳としてブチラジを聞くんだよ。仕事を辞める原因にするためにブチラジを聞くな。まず井口さん、こんな僕を罵して上司の正論に反省することなく勇気を持って仕事を辞められるガンジーにしてください。ガンジーなんかなんねえわ、怖えんだよこいつ、暴力振り暴力感弱し、暴力なんで訴えようとすんだふざけんな、絶対やめろよ怖えわ。なんでね、いろんな人が聞いてくれてんだからそのね、立派な人になれるようにやってくださいね、ね、お願いします。以上ののしり先生のコーナーでした。さあ、ブチラジは YouTube とポッドキャストで配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。よろしくお願いします。お願いします。そして告知です。
10月13日金曜日爆笑問題 with タイタンシネマライブ、はい、こちらがですね、19時半からございまして、今回から新たに札幌が増えましたね。札幌シネマフロンティアが上映館として追加になりましたんで、北の大地、そうですね、北海道の方 ね、まあ、北海道ちょっと広いですけど、うん、ぜひねちょっと札幌に集まっていただいて、リョータ出れりゃええのにな。シティホテルのリョータ、ね、シティホテルは北海道出身ですからね、リョータはね、うん、なんで出るかもしれませんから、そこも注目しておいてください、うん、トークライブ来てくださった方ともありがとうございました。ありがとうございました。 あと M1 1回戦受かりましたんで、また引き続き頑張っていきますんで応援よろしくお願いします、はい、ます、ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週さよなら。ありがとうございました。毎週木曜夜8時はウエストランドのブチラジ、チャンネル登録お願いします。